こんにちは。荒木和弘です。えー、時々ですね、受ける質問なんですけども、経済制裁は効いてるんですかっていう質問がよくあります。でですね、えー、結論から言います聞いてます。間違いなく。で、それどうして聞いてるかっていうと、北朝鮮側からですね、経済制裁をやめろというメッセージがいろんな形で出てきているからですね、えー、聞いてないならばそんなこと言う必要は全然ない。 わけで、まあ北朝鮮がそう言うというのはあ、もう聞いてる証拠ですね。で、今、まあ最近、あの、日本と韓国の左翼でですね、あの、いろんなコラボやったりとか、えー、しています。で、沖縄なんかでですね、あの、辺野古の反対やなんかっていうのも韓国からあ、そういう左翼団体がやってきてですね、やることあるんですけども、まあある時ですね、これは私直接本物見たわけじゃないんですが、写真で見たのに、あの、北朝鮮への経済制裁をやめろっていうのが、なんか、あの、ありました。 まあこれも当然北朝鮮の意図がここへ反映されているわけで、えー、やめてくんないと困るよっていうことを意味しているんだということですね。ということでまあどんどんやればいいということになります。で、もちろん、あの、経済制裁っていくらでも抜け道はあります。だからあの、金正恩なんかですね、あの、高級車、えー、次から次へとですね、あの、手に入れたりするわけなんですけれども、じゃあ、 あの、何もしなくてもいいのかっていうとそうじゃないですね。やっぱり何も、あの、経済制裁があることによって、やはりそれを支援するというのは、あの、一段、二段難しくなってきます。だから裏からやるためには裏からやるコストがかかるわけで、そう簡単には、やはりいかないということなんですね。えー、で、ただし、 経済制裁だけやっていれば、それで、あの、相手が値を上げるかっていうと、そうではありません。これも、あの、お城のですね、外堀を埋めるようなもんですから、もう、これだけで、あの、北朝鮮が参りましたっていうってことはありえないですねで。やっぱり最後、本丸まで攻めていかなきゃいけない、ということになります。でだから、これ、役割分担の問題ですね。外堀を埋める役っていうのも当然必要なわけで、それはやると。で、しかし、一方で、最後、 あの、とどめを刺すということは、もうこれは当然必要で、とどめを刺すっていうのはですね、えー、単にまあ、あの、武力で、えー、やるということだけを意味をしていません。要は、あその、北朝鮮の内部に大きなあの変化をもたらすことができればいいわけですよね。まあ、その、言われている残守作戦とか、そういうことももちろん、あの、意味は、 ありますし、まあ今の金正恩をまあどうにかしてしまえばですね、えー、状況は少なくとも動かざるを得ないわけで、で今より悪くなるってことはまあないと私は思います。今より悪くできるってのは相当すごい能力ですからね、えー。あんまりそれはないと思うんで、ともかく今それを変えられるかということではありますが、ただ、じゃあアメリカ残新作戦やるか、やるわけないですよ、こんなもんね。えー、アメリカにとって朝鮮半島ってどうでも言いい場所。 で、中国との関係の中の一つのカードとしか、まあ、途絶えていないわけですね。で、中国も、まあ、変な風にして手をつけると、また自分たちが迷惑を被るということで、なかなかですね、本気で手をつけようとはしない。まあ、両方がなかなかやんないという状態です。やるなら、韓国がやるか、それとも日本がやるか、しかないだろうと思います。 で、えー、まあ、どこまで、あのー、本気かわかりませんけども、まあ、今のユン・ソン・ヨン政権は、あもう、北朝鮮の崩壊に向けて、えー、いろんな手を打っているということは言えるだろうと思います。え、どこ、あの、本当に統一するところまでやる気があるかどうかっては何とも言いません。これも、あの、別にその韓国政府がどうこうという以前に大変な、あのー、ものすごいエネルギーが必要。 ですね。これ、金、人、物、も様々なものが必要になるので、えー、どうなるか全くこれ分からないんですけども、しかし、少なくとも北朝鮮が統一という看板を下した一方で、韓国の中でもうこれ、あの、どんどん脱足してきてくれと。で、もう北朝鮮に返したりしないこれ、まあ、前の文在寅政権に対する当て付けなんですけども。で、えー、まあ、どんどん来てくださいということをまあ言ってると。 いうのは、これはまあ非常に、あの、私は、韓国としてまっとうなやり方だろうというふうに思います。まあ問題は、これがですね、えー、次の政権まで続くかどうかっていう問題はあるんですけども、まあそういう意味でうも、早いうちにですね、もう状況を変えてしまうということが必要であろうというふうに思います。で、そのために、まあ、ともかく、この、周りを埋める、ね、周りを埋める、 その経済制裁。そして、それに、そして、まあ、中枢に向けて、まあ私は一番効果があるのは、やはり情報という弾丸だと思いますけども、それを送ってですね、向こうの体制を変えていくということではないかなと思ってます。えー、ということで、外堀は外堀、本丸は本丸でやんなければいけません。それぞれみんな頑張りましょう。今日もありがとうございました。